武井さんが努力を続けるのがしんどい時に自分に問いかける言葉はありますか？まあ今の自分がもう十分に幸せなのかと、これ以上欲しいものはないのか、これ以上なりたい自分の理想の姿はないのか、今の自分が最高なのかと、いやそうじゃない、まだ足りんと思ったら努力を続けます。もういいやと思ったら多分やめるでしょうね。はい、ただまだ足りないんで、今のまんま人生が終わっていいのかいって聞いてみます。はい、10年後の自分も今と変わらない、大したことない自分でいいのかいと、はい、そんなわけはない、10年後の俺は10年前の俺が想像してた今の俺と大きな差があるんですよ。10年前のまんまで良かったのか武井壮と、それを10年後に10年前と変わんなかったなって思っていいのかいと、そういうふうに問いかけてます。はい、頑張ってます。